サージング・オーラは、1995年3月17日に、日本のセガから発売された、メガドライブ用ロールプレイングゲーム。主人公である王子ムーを操作し、6つの手法点を使用して世界を支配しようとする闇の手法師、ルフィードを倒して世界を救出することを目的としている。セガによるメガロープレプロジェクトの最後となった作品であり、主人公が魔法使いであることや呪文詠唱システムなどを特徴としている。開発は日本メディアプログラミングが行い、シナリオは後にカプコンのプレイステーション2用ソフト、ガングリフォンブレイズを手掛けた林田幸太郎、キャラクターデザインはイラストレーターの猪俣睦が担当している。闇の手法師、ルフィードは6つの手法点の力を利用し、闇の究極呪法を発動することで世界を無に返し、その後に自らの望む理想国家を建国することを企んでいた。しかしその野望は、大地の手法師オーンズをはじめとする勇者たちにより、アズラーの聖戦と呼ばれる最後の決戦をもって打ち砕かれた。その後、勇者たちはアズラーの地にパスファルダ王国を建国し、6つの手法点は封印されることとなった。それから20年後、パスファルダ王国の建国20周年の記念式典の最中に突如として魔物の大軍が押し寄せ、王国は戦火に包まれる。王子ムーは、手法点の間に逃げ込み難を逃れるが、それは復活したルフィードの狙い通りの行動であり、ムーは戦いを挑むも敗れ去り、世界は闇に包まれる。しかし、ムー、あなたは世界を救うのですという声に導かれたムーは、見知らぬ一強の知恵と足を踏み入れ、ルフィードを倒すための戦いを始めることになる。ありがとうございます。